はい、クバ TV の小林です。今回はですね、最も注目されている NFT アートというね、ものに挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今回はですね、スペシャルゲストでですね、レイナさんに来ていただいてます。レイナさん。こんにちは。ちょっとフライングで挨拶しちゃった。なんかね、こう、ちょっとタイムラグとかあったりとかするから、ちょっと重なっちゃったりするかもしれないですよね。よろしくお願いします。どうもデザイナーのレイナさんです。はい、はじめまして。デザイナーの三井レイナと申します。お願いします。ちょっとね、NFT アートやるにあたって、一番最初、やっぱアートなんでデザインだとか、やっぱそういう、もう本当にプロでやってる方から教えてもらった方がいいなと思って、ちょっとお声かけさせてもらったんですけど、ちょっと簡単にね、初めて自分のチャンネルを通して、NFT アートをね、挑戦していきたいなっていう方とかもいると思うんで、やっぱプロの方から教えてもらった方がいいと思うんですよ。だからやっぱどういう活動をされてるのかとか、そういうのをちょっとちらっと自己紹介だけしてもらってもいいですかね。はい、ありがとうございます。そうですね、デザイナーといっても、いろんな活動があるんですけども、ウェブデザイナーとかね、いろいろあるんですけど、そうですね、私は、例えば企業さんの、商品をこう紹介するリーフレットとかパンフレットとか作ったりとか、あとはロゴデザインをしたりとか、あとはそうですね、ウェブデザインのバナーを作ったりとか、そういった活動をさせていただきながらですね、あとは0から3ヶ月で、初心者の人が3ヶ月でお仕事につないでいくというような、デザイン、ウェブデザインと動画編集を完全初心者から学んで、3ヶ月後にはお仕事デビューするような、スクールをね、開催というか、主催というか、はい、させていただいています。はい。そうですね、あとは、そうだな。どちらにしても、デザインって実はすごく心の部分が大事っていうふうに思っていまして、結局デザインって形をきれいに整えればいいだけではなくて、やっぱりそのクライアントさんの届けたい思いっていうのを見える形で、ビジュアル化していく、それによって届けたい人に届けていくんだよっていうことがデザインかなっていうふうに思っているので、やっぱりそのなんていうんですかね、クライアントさんがどういう心の状態でいるかってめちゃめちゃ大事なんですね。で、やっぱその自分をこうなんていうんですかね、こう自分本当の自分として活動している方は、そのメッセージが加わったデザインをすることによってすごくより遠くに必要な方に届くんですけど、なかなかそれが、自分本当を隠してね、届けたいって言ってもなかなか届かないって、そのためにはやっぱり心のケアって大事だよねってところで、デザインもやるんですけど、心のケアっていうこともさせていただいたり、あとはスクールの生徒さんも、結局そうですね、自分自身でこう経済的な自立をするとか、自分の今まではこう、会社にお金をいただかないと自分はこう生活できないとか、思ってた方に、実は自分って、好きなことをやってもいいんだよとか、自分の行きたい道っていうのは自分で切り開くことができるんだよとか、お金を会社から受け取らなくても自分で生み出せる、人になれるんだよっていうことを、お伝えする上でも、やっぱり心のケアってすごく大事で、自分が人生を作っていけるんだ、切り開いていけるんだ、なりたい未来を作っていいんだっていうように、そう思ってくれた方がどんどん生徒さんで活躍して、実際にお仕事も、獲得しながら、喜ばれるクリエイターになっているんですけど、そういった上でもやっぱりね、心のケアっていうのを適宜こう入れさせていただいてやっているっていう形で、デザインと心っていうのをどっちも大事にした活動させていただいています。なるほど。やっぱりあれですよね、だからその技術だけを身につけても、例えばその
なんだろうな、自分で仕事を取っていくっていうことが怖かったやとか、うん、本当に私ってこう提供できるのかなとか不安もあるし、でやっていけばやっていくほど本当私大丈夫なのかな、やっぱ起業したりとかすると全部自分の責任だから、そこってこう誰かに相談で聞いたりとかするだけでも大きく違うと思うんですよね。僕自身もやっぱ個人で起業して、やっぱ周りのサポートっていうか仲間がいて、こういう時にこういうふうに考えた方がいいよだとか、ああいうふうに考えた方がいいよっていうのがあったからこそ、こう乗り越えてこれた部分ってすごくたくさん あったりするんで、やっぱそれを、レイナさんの場合も、その技術を学びながら、そういうさ心のサポート、あとは背中をちょっとね、軽く押してあげて、一歩踏み出す勇気を、与えていくっていうような活動を、まあ、本当にやってるって感じですかね。はい、そのまさにその通りで。あ、はい、まあ本当にレイナさんの活動って今 SNS とかもすごいあるんでね、概要欄の方に、まあ、うん、インスタグラムのスクールの写真だとか、まあ、ホームページっていうかブログだとか、そういうのもね、貼らさせてもらうんで、そちらでね、まあ、チェックしてもらえれば、まあ、どんな料金体系でやってるのかとか、どんなね、レイナさんっていう人柄だとか、そういうのも全部そこに出てると思うんで、まあ、それを見ながらね、もしね、このやつを見て、あ、ちょっと、こうイラストレーターになりたいと思ってたんだよなとか、ウェブデザインやってみたいと思ってたんだよなとか、まあ、それこそ動画で、まあ、今ってやっぱ動画の時代なんで、そういうね、動画をクリエイトしていく。まあ、でもやっぱ、家でパソコン1台あれば、本当に動画編集なんて簡単にできちゃうし、単価も結構、やっぱいいですからね。まあ、ただ、自分がやっぱ思うのは、動画で食べてるわけじゃないんで、自分も全然わかんないですけど、やっぱどのくらいのクオリティを作れたら、どの金額で売れるのかとか、やっぱそういうのをね、教えてくれるところがあれば、やっぱそういう教えてるってことは、やっぱそれなりにそこの道でこう活躍してきてる方だと思うんで、やっぱそういうところのサポートがあれば、まあ例えば自分がテロップ入れることができるようになったら、こんぐらいの価値が自分には提供できるってことが分かったりとかもすると思うんで、やっぱそうすればね、自分が堂々とこう、周りの人に、自分私こういう活動してますよっていうことが言えるようになってくる、もう一人前の、まあ、ビジネスマンになっていくことができると思うんで、興味のある方はね、そちらをチェックしてもらえたらなと思います。こんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。イラストレーターはね、実は私は教えてないんですよね、実は。あ、うん、っていうのは何でかっていうと、デザインスクールって数多くあるんですよ。はいはいはい、はい。無数にあるんですけど、そこはね、いろんな技術をたくさん教えてくれるんですよね。うんうんうん、そうすると、いろんなことを学ばなきゃいけないっていう方向に行って、一歩も進めないって、全部をマスターしてない私は進めないっていうふうになっちゃうので、そうじゃなくて、最短でこれだけの技術があれば、お仕事につなげられるんだよっていういらないものをこう断捨離して、もうエッセンシャルなものだけをお伝えしているっていうのがうちの特徴なんですよね。はい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 、実はいろんな知識デザインをにはやっぱり奥も深いし、いろんなことはね学んでいく必要はあるんですけど、それは時間を経ってある程度のところで知ればいい知識もいっぱいあるので、まずはこのゼロからスタートするっていうところにフォーカスした、ことをお伝えしているっていうのがあって、だからこそ短時間で最速のスピードで結果を出していけるっていうところを、まあ、やってるんですよね。まあ、迷わないっていうかな、はい、そうなんですよ。そういったところをねやってます。なるほどね。なんかその PR ポイントとしてその最速でっていうと、まあ、大体でいいんですけど、うんうん、なんか例えばもう本当何もできません、私そういうの分かんない、でもなんか家にいる時間があって、なんかちょっとそういうのやってみたいなってなった時に、例えばどんなお仕事があって、どんぐらいで、まあ、どんぐらい勉強してやったらどんぐらい稼げるようになるかみたいなやつって、なんか、まあ、過去の実績とかもいいんですけど、なんか あればなんかちょっと参考程度に教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけど。そうですね、3ヶ月で、まあ、ウェブデザインも触ったことがない人、うん、そのソフトもアプリも触ったことがない人、なんならパソコンを初めて買うみたいな人、うんがスタートです。まず主婦とか、うん、定年が間近な方とか、うん、逆に学生さんとかが参加されたりしています。でその方がそうですね、3ヶ月
経つ前にもうお仕事案件いただいたりして、うん、しまっている方もいます。で、そうだな、単価的にはまあそのまあ、それこそ動画編集、動画の何だろう、あの需要っていうのがすごく高まっているので、うん、そういったバナーを作ったりとか、あの動画の編集とかで、そうだな、まずその最初は小さなステップからなので、絶対そうだと思います。うん、あのなんていうの、もう月何十万っていうわけではないんですけど、まあそうだな、まあ、最初のファーストキャッシュとしてはまあ1万円ぐらいだったり。いやでもいいですよね、だから副業じゃないですけど、うん、あの自分がやってる活動の中でそうやってちょっとクリエイター的なところで1万円みたいな、うんうん、1万円ってでかいですからね、もう美味しいご飯食べに行けちゃいますからね本当ですよね、うん、だからやっぱそこで経験積み重ねて、まあ3まあ、1年だったり3年だったりだとかって言って、あのじゃあこれもあれもそれもって言って付加価値がついてって、まあ、ゆくゆくはそれ1本で、まあ、好きでそれやりたかったらそれ1本で30万円40万円50万円っていう、まあ、それこそ100万円稼いじゃうみたいな動画クリエイターだったら全然いると思うんですよね。そうですね、なんかそれからも、うん、あの自分がどれだけこう学んでいくか、学び続けていくかとかチャレンジし続けるかとか、かなとは思うんですけど、結局その最初の一歩の入り口から、どれだけこう広げていくかっていうところなので、うん、まずその最初の一歩がすごく大事かなっていうふうに思っています。でやっぱりリピートしてくださるんですよね、あの、うん、一度ご縁があった方っていうのは、うん、なのでそうするとあの最初は試しにこれだけのお仕事だけど、もうだんだんそこに信用がついてくると、これもお願いとかあの人も紹介していいかとかいう形でどん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 広がっていくので、うんうん、本当に最初は小さいかもしれないんだけど、それがすごく未来につながる大きな一本になるんですよね。まあ、だからあれですよ、あの植物も一番最初こんなちっちゃい種ですからね、うん、あれもまかなければね、あの木が育たないのと一緒でね、あのいきなりあんな大きなものをね獲得しようと思ってもね、やっぱなかなかそれはうまくいかないから、お金のなる木を、まあ、あの刈り取るための準備じゃないですけど、まあ、本当に種から始めていこうよってところですよね。そうですね、そうですね、うん、でもあの私たちが求めているのは結局、うん、と経済的にも自由になって自分で人生を選べて、うん、あの獲得してほしいのは本当の自分が生きたい人生を作っていける人、うんうんうん、だから技術だけ学んでもしょうがないと思ってるし、うんうん、お金だけ稼げてもそれは幸せだとは思わないんですね、うんうんうん、だから自分に一番合ったベストな生き方っていうのを見つけてほしいっていうふうに思っていて、うん、そのための選択できる自分になろうっていうことで、あのそういう思いでスクールをやってます。なるほど、もうあの今話を聞いてて、まあ、小林祐希もあの普通に、あ、3ヶ月で1万円か、あの学んでちょっと1万円ぐらい稼ごうかなと思いましたあの仕事に困ったらぜひよろしくお願いしますお待ちしてますまあまあそんな感じでね、あのレイナさんにちょっとあのもっとね いろんなお話聞きたいなと思うんですけど、うん、まあそこはちょっとねあの時間もあると思うんで、うん、ちょっと SNS で調べてもらって、まあ、今回はですね、あの NFT アートをやっていきたいんですよ。うんうん、はいはい、うん、ね、レイナさんって NFT アートってご存知でしたまあほとんど知らないです、もう聞いたことがあるかなぐらいですね。あ、でもやっぱ聞いたことはありました、うん、最近ちょこちょこやっぱあのアートのとの相性がいいっていうことは、うんうん、なんとなくこう耳には入るんですけどっていうぐらいですかね。あ、そう、やっぱそのデジタルアートっていう、まあここの分野がなんか流行ったというか、あのもうなんだろう、最近、まあ、もう結構前からあるらしいんですね、 NFT 自体はその、うん、あったらしくて、でブームとかもで、まあ、小林祐希も別にその NFT だとかブロックチェーンだとかの、 あの専門家でも何でもないんで、やっぱ自分も二次情報三次情報ぐらいもう本当にスピードが遅いなっていうぐらいだと思ってるんですけど、まあ2021年の2月だかなんかに、その、ビープルさんっていうのかな、なんか、ね、あの、デジタルアートの、その、
一枚の傑作みたいな感じの、だからもうその弾き方ってもともとずっと絵描いてて売れなくて売れなくて、うん、で売れねえな、もうこのまま食べていく、行くの大変だなって、でもなんかないかなって探してて、なんかデジタルアートが今後来るらしいぞと、うんうんうん、でじゃあちょっとやってみようかなって言って、一番最初こうポンポンポンってインターネット上で売ってたらしいんですよ、うん、もう2年だか3年だか、うん、でも1万円で売れたりだとか、もう1000円だとか、なんかもうこんなのに価値あんのかよみたいなところから、まあそんな食べていけるってわけではなかったと、うんうんうん、だけど最近このブロックチェーンだとか暗号資産イーサリアムだとかそういうのがどんどん出てきて、そのデジタルっていう、もともとデジタルってまあ後でも話すんですけど、NFT って何だって話すんですけど、その複製がいっぱいできたから、うんうんうん、ね、価値がなかったんですよ。うんうん、全く。だから、音楽とかが、その、インターネットが出てきて、こう、無料で聴けるなんて言ったら、ふざけんじゃねえよって、うちらの商売どうなんだよって、なって、全然そういうふうな、ね、もう最悪みたいな感じだったんですけど、でも今って結構ね、音楽業界で言っても YouTube とかで無料でね、あんだけ聴けちゃうけど、あれを見たことによってライブに行きたいって人がめっちゃ増えちゃったよとか、うんうん、だから今までリーチできてなかったよとか、お金出してまで聴くほどでもないっていうので全然見向きもしなかったものに、今ってこう情報がすっごい無料で網羅されてるから、行き着いちゃったらなんかもうどん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 そこに入っていって、あ、なんかこの人素敵だなみたいな感じで、もうライブに行きたくなっちゃうみたいな風になって、すごい売り上げが上げてるらしいんですよ。だから、YouTube でも儲かってる人ってどんな人なんですかっていうと、そのアーティストなんですって、音楽の。あ、そうなんですね。そう。もう音楽ってやっぱ YouTube と相性良くて、すごいライブに来てくれたりだとか、グッズが売れたりだとか、すごいするらしいって、それで売れてると。まあそんな歴史もあったりとか、まあ、いろんなこう事情が重なって、今 NFT アートっていうところで、そのね、全然売れてなかった人がですよ。うんうんうん、75億円なんですって。びっくりですよね。75億ですよ。ちょっと桁違いすぎてピンとこないですよね。でも、やっぱそれって、その NFT アートっていう分野の先駆けだったし、売れてない売れてないっていうその苦労だとか思いだとかストーリーがあったからこそ、多分その値段価値がついてると思うんですね、うんうん、まあそんな話があって、まあ、NFT アートにすごく僕自身が興味を持ちましてやってみたいなって思ってて、まあ今ちょっとね NFT ってどんなものってざっくり説明しちゃったんですけど、まあ今からちょっとね詳しくNFT ってどんなものなのかっていうのをね、もうブログで事前に調べてますので、そちらをちょっとね、お話ししていこうと思うんですけど、